こんにちは、ビートルズワールドニュースです。今日はイアンマクミランのコレクションがオークションに出品されているとのニュースです。まずは1969年のアビーロードです。ビートルズが写っていないが、上部にかすかにアビーロードのサインが見えます。アビーロードの横断歩道のオリジナルヴィンテージフォトプリントです。この写真は現在、有名なオークションハウスであるボナムズによってオークションにかけられています。ビートルズのアルバム。 アビーロードのジャケット写真を撮影した写真家イアン・ンンマククミランのコレクションであると説明されていますビートルズの写真を撮影した1969年8月8日前後、あるいは同じ日に撮影されたヴィンテージ写真と思われるが、イアン・マク・ミラン、あるいは他の誰かがこのプリントに上空にアビー・ロードのストリートサインを写した現代の写真を重ね合わせる実験をしているようである。これはテスト写真のモノクロ版で ビートルズのスタンンドインがあります話によると、フォルクスワーゲンビートルのオーナーはそこに車を止めた後と、休暇に入ったそうです。マクミランがカメラの設定を調整するために、当日の様子をイメージするために、前日に撮影された写真には、確かにビートルズのスタンドインが横切っています。また、脚立を持参し、街灯の上から撮影するなどの調整も行った。少なくととも私たちにとってこの写真は 脚立か,から撮影されたものでビートルズの写真よりも幅が狭いのですがポスターにするために写真をトリミングしたのかもしれませんこのオークションでは他にもマクミランが所有するアビーロードの写真など興味深いビートルズの商品が多数出品されていますアビーロードのバックカバーアビーロードのオリジナルビンテージフォトプリント、左から右へ歩くバンドを撮影裏面に写真家のスタンプあり番号なし サインなしイアン・マクミランがビートルズとのアビーロードセッションのために撮影した6枚の写真のうち2枚目のフレームであり裏面に写真家のスタンプがあるアビーロードのオリジナルビンテージフォトプリント右から左へ歩くバンドを撮影裏面に写真家のスタンプあり番号なしサインなし1993年アルバム オフザグラウンドを引っさげた新世界ツアー中に発売されたマッカートニーのソロアルバム「ポール・イズ・ライブ」に使用された有名なアビー・ロードの横断歩道をオールド・イングリッシュ・シープ・ドッグと渡るポール・マッカートニーを描いたヴィンテージ写真プリントのオリジナル。以上、イアン・マクミランのコレクションがオークションに出品されているとのニュースでした。今日もビートルズ・ワールド・ニュースをご覧になっていただき誠にありがとうございます。これからも掲載を続けますので チャンネル登録をよろしくお願いいたします。